はいどうもこんにちは、カジマックです。調べてみると、一昨年の3月、僕の誕生日に発注した、これ、あ、いや、これこの動画を撮ってるカメラ、ルミックス G8 を買ってもうすぐ2年、ほぼ休まず毎日動画撮ってるんで、いや、時々休んでますけど、それでもだいたい1日15分30分から、長い時は2時間ほどと、ある意味一般の方よりはかなりカメラを酷使してるんで、長くてもおおむね2年をめどにカメラは買い替えていこうと決めてました。なんで今ちょうどリサーチし始めるのにいい時期だったんですけど、この前の日曜日、あれこれ考えてるうちに、これ、はい、もうサムネでバレてるんで、先にお見せすると、改めてルミックス G9 を買い直しました。はい、そう、過去に一度買ったことがあるこの G9、 改めて買っちゃったんで、今回開封していきたいと思います。でもね、もしも G9 がどんなカメラか気になってる方には、全然内容がないようです。はい、なんであんまり参考にならないと思います。ほぼ雑談がてら、雑談開封動画として、そんなんでもお付き合いいただける方だけご覧になっていてください。今日は結構喋るんじゃないかと思います。はい、それでは始めていきます。今回 YouTube 撮影用メインカメラ入れ替え、ルミックス G9 Pro 買ってみたお話ししていきたいと思います。今回購入したルミックス DC G9、 以後 G9 と呼びます。パナソニックのマイクロフォーサーズマウントミラーレス一眼カメラ。一般的には動画を得意とすると言われているパナソニックカメラの中で、写真向けに特化されたフラッグシップ機として発売されました。そして僕は過去このカメラをまさにスチル機として、一度購入はしたんですけど、当時は今回と目的が違ったこと、それまで使ってきた G シリーズとは、かなり違った操作性に戸惑ったこと、で他にも触りたいカメラがあったことなんかが理由で、その当時は G9、一度手放しました。カメラをほんとあれこれ触りたくて、よく入れ替えしてた時期でもあったんで、特に致命的なバッドポイントなんかもないながらも、一度は手放したわけです。とはいえ、なぜ今回、3年ほど前に一度買ったカメラを改めて買ったのか、それは完全に、目的、用途の違いによるものでした。今回は写真用ではなくて、こういった YouTube 動画撮影のカメラとして考えたとき、値段もスペックも含めると、僕には現状、これ以上ベストなものはないと思ったわけです。以前 G9 を買ったときも、動画撮影用として残しておく選択肢もあったんですけど、当時はまず動画も、フル HD しか頭になかったんで、G9 は完全オーバースペック。で、しかもこの G9、4K は10分、フル HD でも30分未満までしか連続撮影できません。それに対して今使ってるこの G8 は、フル HD ならある意味いくらでも撮れちゃうんで、それを考えると当時は動画機として G9 を残す理由が見当たりませんでした。ただもう今となってはどうでしょうか。YouTube 界隈、4K フルサイズ当たり前の世界になってきてますよね。なんでまず今回の買い替えを検討したとき、正直最初はフルサイズも考えました。ルミックス S5 っていうフルサイズカメラ、標準ズームレンズがついて、今現在約28万円ぐらい。いや、僕にとってはめっちゃ贅沢なんですけど、もう行ってもいいかなって一瞬は思いました。ただなんせ僕は、卓上に物を置いて、カメラを置いて、その手前から喋って撮ってるんで、カメラがでかくなるのは困るし、もっと言うとレンズがでかくなると、ほんと取り回しが悪くなるんで、その時点でフルサイズ、候補からぐっと下がりました。で、その次に候補となったのは、実質この G8 の後継機である G99、自撮り向けに特化された G100 も候補に上がりました。たださっきお話しした通り、YouTube 界隈ではもうフルサイズ、4K 当たり前になってきてるんで、この G8 から買い替えるなら、フルサイズはまた次回後回しにしたとしても、せめてこの G シリーズで 4K60p 撮れるものが出てこないか、ここ数ヶ月はそれを待ってました。G99 も G100 も 4K 動画撮影は 30p までなんで、いやでも次またマイクロフォーサーズマウントでパナソニックそんなカメラ出してくるのかなっていう不安もありました。で、そうなると GH5 シリーズも視野に入れるしかないかなって思っていたところ、はい、そう、いや、そうなんですよ。すでにこれ 4K60p 撮影できる G シリーズ、いや、もう出てましたっていうか前に買ってました。はい、もうめっちゃ前振りの長い乗りツッコミというか、もうすでに2018年にこれ出とるがなって話、すっかりバッチリまるっと失念してました。しかもこれなんと、その後のファームウェアアップデートで MOV フォーマットの記録に対応。さらになんと、別売りにはなるんですけど、アップグレードソフトウェアキー DMW SFU1 を使って Vlog L ビューアシスト機能、
WFM 表示機能、これが使用可能になりました。で、正直僕にはこれ何のこっちゃよくわかってないんですけど、これが使えるかどうかで大きくこのカメラの評価も変わってくるぐらい、動画で作品を撮影されてる方なんかにはヒスト言える機能でもあるんで、このアップデートはかなりでかかったと言えます。あ、いや、僕は使いこなせないから入れる予定はないんですけど、ただもう一方の MOV フォーマットでの記録に対応っていう部分、これもしかしたら長年悩まされ続けてきた iPad の音声波形ズレ問題に一石を投じるんじゃないかっていう。今撮ってるこの動画、これを iMovie に早速入れてみたいと思います。いや、これはぜひ一度試してみたい部分です。そしてすぐには僕の作業環境的に使えないんですけど、 4K60p 連続撮影は10分と短いながらもクロップなしで撮れるのも素晴らしい。実は僕は普段のこういう撮影、だいたい5分程度で止める癖がついてるんで、10分連続撮影できればさほど問題はありません。で、さっきお話しした通り VlogL はちょっとすぐ導入予定はないんで、ここは今回僕の決め手にはなってないです。ただやりたくなったらできるっていうところ、選択肢増えるのはいいですよね。ってことで、僕の動画撮影カメラとしてもうほぼこれでいいんじゃねってなった G9、 最終ネックになったポイントは2点。まずこの G8 より大きくなるっていう部分、まあかといってフルサイズほどでかくはないし、今使ってるこの小さいレンズも使えるんで、ここは 4K60p と相殺、まだしばらくは使わないながらもここをトレードオフとすることにしました。で、あと気になってたのは発売日。はい、これさっきも3年前に一度買ってるってお話ししたんですけど、この G9、2018年1月25日発売と、さすがに買い直すにはちょっと古くなってきてるかなっていう感じで、そのあたり躊躇してたんですけど、実はなんと今使ってるこの G8 は2016年10月21日発売ってことで、いや、それから比べたら全然新しいですよね。ってことでこの G9、 紆余曲折ありながらもこれに決定しました。あ、いや、やっぱりめっちゃ喋ってるんですけど大丈夫ですか？たまにいますよね。聞いてもないのにペラ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 自分のことばっかり喋ってくるおっさん。はい、僕です。いや、もうほんとなんかすいません。これで大体ほとんど気は済んだんで、開けていきたいと思います。いや、にしてもこの G9、当時写真用としては、これあくまで僕の好み的に、ちょっとボタン類の配置なんか苦手な部分はあったんですけど、機能面というか扱いやすさはさすがのパナソニックで、まず迷ったり困ることはないと思います。はい、で、箱の外観はこんな感じ。はい、さすがフラッグシップ機、プロの称号が与えられてます。はい、それでは開けていきます。まずは保証書、アップデートのお知らせ、説明書類。はい、今こんな感じで、ここを開けるとアクセサリー品の案内で、さらにこれを開けると、はい、見えてきました。ちょっと本体は後回しにして、付属品は G9 と刺繍の入ったショルダーストラップ、そしてバッテリーパック。はい、これは G8 よりもかなり大きめの GH シリーズと同じもの。そして充電用のアダプターに、ケーブルに充電器、そして USB ケーブル。あとは本体で中身は以上。はい、それでは本体いきますよ。せーの、イエーイ、来たー。はい、これがルミックス G9。 はい、こんな感じ。いや、やっぱりグリップがかなり深いですよね。はい、しっかりホールドできる感じ。背面はこんな感じ。操作系統はこんな感じ。で、前面は、はい、こんな感じ。はい、ここにもファンクションボタンがついてます。どうでしょうか？こんな感じになってます。はい、ちょっとバッテリー入れて、カードを挿して電源入れてみます。あ、そそこの G9。SD カードもダブルスロット。いや、やっぱりさすがプロですよね。スイッチオン。はい、ちょっと軽く設定済ませます。って思ったら、充電が全然なかったんで、先にこれ。はい、ガッチリカジマック済ませます。
麗に貼れました。このカメラに関しては僕は断然フィルムよりガラス派。はい、収納しても特に問題はなさそうです。ちょっとフィルムの場合色味が変わっちゃうことがあるんでガラスの方が好みです。で、今回あとバッテリー、先ほどご覧いただいた通り G8 とはサイズが変わってくるんで、これはほぼ純正と言われてるシグマのバッテリー、ほんとシグマのバッテリーはそこら辺のサードパーティー製とは全然違うんで試してみるのも楽しみです。はい、どうでしょうか。あ、でちょっと邪魔になったものは全部もう外しました。で、ほんとこの G9、今使ってる G8 からすると動画機としても格段にレベルアップするんで、あ、そうそう、他にもね、手ブレ補正も 6.5 段分っていうね、いや、これ最強クラスなんですよね。はい、ほんと今更、僕は長らくこの G9 っていうカメラ自体なぜ頭に浮かんでこなかったのか、ここはほんと不思議なんですけど、このスペックで2018年に発売されてたっていうことが正直びっくりです。はい、それでは、はい、バッテリーの充電待ってるんですけど、いや、もうとにかく早く使いたいんで、この箱出し状態のまま、今撮ってるこの G8 と、そっくりそのまま入れ替えてみたいと思います。はい、それでは行きますよ。せーの、ドン。はい、こんな感じ。ホワイトバランスもいじってないんで、ちょっと違和感あるかもしれませんけど、こんな感じになりました。いや、やっぱりでかいのはでかいんですけど、はい、ちょっと比べてみると、G8、G9、G8、G9、G8、G9。実際使ってみると、そんなに違和感は感じませんでした。とはいえ、どうせまだしばらく、4K は使えないし、フル HD だけで良しとするなら G100 っていう選択もあったんですけど、はい、あのコンパクトさは魅力あります。またいつか G100 も手に取ってみたいところです。っていうことで次回からもうちょっと設定を煮詰めて、この G9 で撮っていきたいと思ってます。はい、ちょっと楽しみになってきました。はい、ちょっとバッテリーなくなったんで、また G8 に戻しました。あ、いや、まだこれから、しっかりもうちょっと設定見直したいと思います。で、最後に、カジマックのお小遣い帳やって終わります。今回購入したこの G9 はボディのみ。ちなみに2018年当時、キャッシュバックとポイント還元を駆使して購入した時は、実質そのポイント全部差っ引くと、この G9、112,491円で購入できました。これでも当時はかなりお安く買えたと思ってるんですけど、今回この G9、約3年の時を経てます。ただ直系の後続機が出てないからか、その価格はさほど下がってません。とはいえ元が破格、サービス値付けと言われてたぐらいなんで、そのあたりはちょっと言い添えておきます。で、僕が今回購入したのは、ヤフーショッピングの小島ペイペイモール。その価格は、132,608円。ここからあくまでポイント還元ですけど、 PayPay ボーナスが 23,628ポイントで、 T ポイントが1,326ポイント、そしてなんと今回こちら、はい、これわかります？ PayPay ジャンボ 10% 還元当選しました。いや、これは嬉しい。 13,255ポイントで、さらにさらにギリギリ2021年2月14日購入分まで適用されるパナソニックキャッシュバックキャンペーン、今回なんとこの G9 エントリーされてました。 G9 のボディのみでもなんと1万円のキャッシュバックってことで、今回この G9、 あくまで実質ではありますけど、全てのポイントを差し引くと 84,399円でゲットできたことになりました。はい、もうギリギリなんですけど、今回パナソニックのキャッシュバックキャンペーン、これが後押ししてくれました。でも本当終わっちゃうんですけど、まだ日にち残ってます。ネットショッピングの場合、購入した日付で領収書発行されることがあるんで、まだ間に合います。説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。ということで今回 G9 開封、てか今日もおしゃべりお付き合いありがとうございました。お済みでない方いらっしゃいましたらチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。